はい。DTM ユーザーの皆さん、こんにちは。村長スタジオです。今日は Windows 11で DTM のプラグインが正常に動くか、とっても気になってバージョンアップを最後まで待っている皆さんがいると思います。僕は2022年4月になってから Windows 11にアップデートしました。今のところ特別大きな問題はないのですが、どんなメーカーのプラグインが対応している、対応していないというのを見ていただくためにこの動画を作っています。ただし、これは基本的には Studio One 5.5 の状態で試しています。また、僕の環境は Intel の Core i7-6700K CPU の2コアで、メモリーは 24GB です。今となっては少し時代遅れな環境で、Windows 11にはこの CPU は正式には対応していません。本来はこの CPU ではもう Windows 11は使えないんですけれども、ネットの情報などでこの CPU を通過させるようにレジストリを書き換えてインストールをしました。ですから、これ以上不安定なものは逆にないということも言えると思います。でも Windows 10でやっていた時よりも快適で、そして安定的に動いています。もちろんそれは DTM での話です。DTM のプラグインも今までよりもたくさん入れたりしてもうまく動いています。今までなら挿した状態でもたまに不安定になることもありましたが、そういうことはほぼないということで、僕も気にしていましたが、今のところはうまくいっています。ということで、今日はプラグインの中でもエフェクトプラグイン、いわゆるイコライザーとかコンプレッサー、もしくはリバーブ、そしてマスターエフェクト、そのようなもので、動画の時間が長くなりすぎても皆さん分かりにくくなりますので、今日はベンダー名、これが A から I まで、皆さんが案外たくさん使っているiZotopeのところまでを順番にやりまして、同じメーカーなら基本的には動作するということを考えて、バージョンアップなども気にせずに、今まで動いていた環境でそのままやっています。特段最近になってやったというのは、今日の時点ではバージョンアップというのもない状態です。その状態で A から I までの開発会社のプラグインをテストしていきたいと思います。そのことを前提にやっていくのは A から I と言いましてもいろんなタイプのものがありますので、1トラック目には Easy Bass を入れてあります。2つ目のトラックには Easy Drummer 2を入れています。3つ目のトラックには UJAM のアコースティックギターアンバーを入れています。4つ目には UJAM の U シンセを入れています。この状態でエフェクトのチェックをしていきたいと思います。まずはベースの方からやっていきたいと思います。自分が持っている A から I までのメーカー名で該当するようなものがあればチェックしてみてください。また僕が持っているソフトもあるかもわかりませんので、コメント欄とかにもこのソフトは持っていますかというような質問をいただいて、僕が持っているソフトなら回答をしていきたいと思っています。では早速始めたいと思います。まずはベースをソロにします。そしてリバーブは入れていなく、マスターも入れていない状態で、まず1個目からやります。1つ目は STA という会社のプリアンプです。アンプは真空管のアンプです。次は HQ2 というイコライザーコンプレッサーというようなちょっと面白い感じです。メーカー名がうまく読めません。オーディオ ASS AVLT とでも読むのでしょうか。その HQ2 というイコライザーです。次もメーカー名はなかなか読みにくいですね。セラム DAWG とでも読むのでしょうか。やってみます。はい、OK ですね。次は有名なコンプレッサーです。ブラックルースターオーディオ VLA-2A、VLA 系の有名なハードウェアエミュレーションです。これを持っている人はたくさんいるでしょう。はい。これも一時たくさん使われましたクイックベースというソフトウェアです。OK ですね。じゃあ、ベースのトラックは終わります。次はドラムトラックです。ツゲダーオーディオのステレオイメージャーです。OK ですね。次はドラム専用の総合エフェクターです。オーディフィードとでも言うんでしょうか。これもメーカーとしては有名です。OK ですね。はい。これはエキサイターのようなソフトです。周波数ごとにドライブかけれます。はい。これはなんとなくルームサイズなどを指定してリバーブのような感じのソフトウェアかもわかりません。よくわかりませんがちゃんと聞いています。よくわからないソフトも案外持っているんですよね。これはマルチバンドコンプです。これも今はあまり使っていません。はい。これも OK です。次のギタートラックには案外たくさん入れていますので、サクサクサクといきましょう。これはノイズ取りです。動いているのだけの確認です。これはインパルスでギターを生音に変えやすくしている 3Sigma Audio のプラグインです。このようにマーチン45モデルにターゲットを合わせてやってみます。次はステレオイメージャーです。はい、これもコンプレッサーみたいなものですね。ADHDオーディオツールズという会社のものです。レベリングツールとなっています。まあこんなのあまり持ってないでしょうかね。はい、ちゃんと動いています。これはちょっとしたプラグインです。一応動いています。これは76系コンプのようなソフトです。次は有名なアンタレスのマイクモッドというソフトです。これはコンデンサーマイクなどを違うメーカーのコンデンサーマイク、いわゆるノイマンなどが高くて買えないというような高価なマイクにエミュレートしたりするものです。ブルーのマイクに変えます。ブルーらしいすっきりした音になりました。これはアンプライオンというソフトでアンプシミュレーターですね。はい、ちゃんと聞いています。今度はアコースティック用のいわゆるチャンネルストリップのようなものです。ちゃんとディレイがかかりました。はい。これはブルーキャッツオーディオのリギターというソフトで僕は大変愛用しています。エレキで弾いたようなものもアコースティックギターにできるようなアコースティックシミュレーターというやつです。これはアコースティックギターの胴鳴りなども微妙にコントロールできて、とっても僕は気に入っています。これはコンプレッサーです。シェアとでも読むのでしょうか。これはコンプレッサーのモードを6種類変えれるという人気のコンプレッサープラグインだと思います。はい。6種類のキャラを選べるという面で、とっても人気のソフトです。これは多分たくさんの人が持っていると思いますが、アンプリチューブです。このように IK マルチメディアが開発して長く人気がありまして、いわゆるアンプシミュレーターです。このようにストンプを追加したりするのもちゃんと動いています。これは先ほどありましたクイックベースの姉妹品であるクイック AC というアコースティック用の総合エフェクトです。これは日本国内のインターネットシンガーソングライターとかいうような DAW を開発している会社の音のある部分をこのように囲んだりして、その部分だけを大きくしたり、その逆でその部分をカットしたりできるようなソフトです。ボーカルだけを小さくしたり、ドラムのキックを上げたりとか、目に見えるイコライザーというような売りで販売されているソフトウェアです。これは半分ぐらいの DTM ユーザーさんが持っているかもわかりません。iZotope のニュートロンです。もうミックスアシスタントはやった状態です。はい、ちゃんと動作します。はい、続きまして、シンセサイダーのトラックでテストをしていきます。ここで今日一番の難関です。はい、エラーが出ます。この A から I までのメーカーの中で、このアンテラスのハーモニーエンジンだけがエラーが出ています。はい、右下の方にこのプラグインはうんぬんというようなStudio Oneからのエラーメッセージが表示されました。特にこれはエンジンというよりも表示部分、グラフィックの部分で何かエラーが起こっているように感じています。はい。このようにプラグインが出なかったりします。次はディレイです。はい。これもステレオイメージャーです。アーバンサウンズとでも読むのでしょうか。マネジメント2というソフトウェアです。このように距離感とかを出したりできるようになっています。これはシェーパーボックス2というソフトで音をエフェクトできたりするものです。これはブースターのようなソフトです。はい。これはディアブロというところのパンチャーです。いわゆる迫力を思いっきり上げるようなそういうソフトです。はい。これはフランジャーですね。このメーカーは有名です。エバンティードっていうような会社です。はい。これはマルチエフェクトです。これはハリソンコンソールという有名なミキサーメーカーのプラグインで AVA シリーズと言います。とっても優秀だと思います。これはマルチバンドコンプレッサーです。次はなんてことないサイン波を出すようなソフトです。入れるとサイン波が流れます。ただこれだけのものです。はい。次はテープエムレーターです。ちょっとノイズを入れたり、アナログっぽい音を作るときに使います。はい。それではリバーブのテストをしたいと思います。リバーブは今4つ入れてありますが、まずはノンリバーブ。次は有名な、最近はiZotopeから売っていますリバーブです。入れたり切ったりします。次は一時話題になったレッドリバーブというリバーブです。はい。これは低音から高音までのかかり度合いをこんな面白い山のようなデザインで表現しています。これもかなり複雑なことができて、この丸い点は EQ です。どの部分を上げたり下げたりということができるようなリバーブです。右にプリセットがあります。次がオートゥリアのプレート140という無料配布とかもたまにしますけれども、なかなかいいプレートリバーブです。はい、動いていますね。じゃあ次ですけれども、マスターにいろいろ入れています。まずは、スピーカーの環境をチェックする Mix Checker Pro というソフトです。スマホで聞いたらどうなるか、ヘッドホンで聞いたらどうなるか、そんなことをエミュレーションできます。はい。これはもうすべての曲でお世話になっているスムースオペレーターというソフトです。とってもユーザーが多くなったはずです。嫌な共鳴、モコモコするベース、キーンとするような高音、それらをうまく制御できます。はい。これもユーティリティのようなソフトです。これを複数チャンネルに入れておくと、どのようにトラックからの音を流すかというようなことができるようになっています。これは EQ ですね。これは VR 系のプラグインです。立体感とかを演出するようなものです。無料配布してたかなという感じです。よくわからないけど聞いています。はい。これはユーザーさんもたくさん多いんじゃないでしょうか。国産のドーテックさんが開発して有名になったマキシマイダーです。D-POP Max というのは、ポップスなどにもいいような、あまり濁りのないマキシマイダーです。これは使ってる方も多いでしょう。これはとっても使ってる方が多い、もうイコライダーといえば、一番有名になったと言っても過言じゃありませんね。ファブフィルターは効きもいいですし、しっかり覚えれば高機能な素晴らしいイコライザーです。はい。これも最近に発売されて、フリーウェアとしてでも何度か出されています。このソフトはリスキャンというのをして音を分析させて、そして簡単にあったかい、ナチュラル、ブライトというのをコントロールできるようになっています。分析中です。真ん中のバーはどれだけそれを強調するかというのをできまして、下で3つのカラーを選べます。マスタリングのイコライザーが苦手な方に簡単で便利だと思います。これも IK マルチメディアのマスタリングツールです。いわゆるマスタリングをiZotopeのオゾンのようにこれ一つで簡単に仕上げていくことができるソフトです。これもちゃんと動いていますね。これも利用者が多いプラグインです。これもステレオイメージャーです。フリーウェアとかで出されている場合もよくあります。簡単ですが、機器はとってもいいです。はい、お待ちかねのオゾンです。オゾンもマスターアシスタントはこのようにしてかけてみた後です。すべての動作は聞きます。これが動くなら安心と思われた方もたくさんおられるんではないでしょうか。別に最後まで見ろというわけでこれを一番最後にしたわけではありません。A から I で順番にやったらこのようになってしまいました。そしてそのiZotopeが出していますインサイトという分析ツールです。ちゃんとグラフィックスも動きましたね。もう一度まとめます。今日のところ A から I のつくメーカーさんのプラグインエフェクトをテストしてみました。この中では1個だけこのハーモニーエンジンがどうしても表示もしません。新たに入れてみても同じだと思います。もう一度差し直してみます。初めて挿した時は動きましたね。でも、ランタイムエラーというのが出ました。ビジュアル C のところで出ていますね。はい。ちょうどいいところで、Studio One がクラッシュしましたね。このように A から I までやってみましたが、ほぼほぼソフトは動くと思います。最後のバージョンアップから7、8年ほとんど使っていませんでしたので、ハーモニーエンジンエボだけが動かなかったというのが今日の結果でした。皆さんも気をつけながら新しい環境も整えていくというような形にチャレンジしてみてください。村長スタジオでした。